X31X-31 は、戦闘機の機動性向上実験のために、アメリカ合衆国とドイツの共同開発による実験機。ロックウェル及びメッサー・シミット・ベルコー・ブロームが製造を担当している。実験機ゆえに、武装の設定はなく、2機が製造されたのみとされている。戦闘機の機動性能を向上させる技術として、水力変更がある。本機は、 その研究を行うために NASA、DARPA、ロックウェル・インターナショナル、米空、海軍、さらにドイツ国防省 MBB が協力して開発した研究機である。新造機ではあるが FA-18 のキャノピーブを流用するなど開発費削減の努力がなされている。単発単座、単垂直尾翼にカナード翼、デルタ翼を有し JAS39 や EF-2000 に似た形状となっている。インテークは機体下部にある。エンジンノズルは胴体末尾にあり、水力変更用グラファイトエポキシとカーボン製の水力変更板が3枚装備されている。これを用いて排気方向を制御し、機体の機動性を向上させている。失速限界の迎え角から変更を行い、いわゆるヘルプスト軌道を可能としており、 機種を上に向けた状態を維持しての水平飛行など、従来の機体では不可能な運動性能を実現した。操縦系統にはフライバイワイヤーを採用している。機動性が格段に高いとはいえ、X-29 同様、戦闘機のための技術開発を目的とした研究機であり、戦闘機ではない。翼の形状面では高速安定方向に振っているため、 通常飛行での不安定さについては、X-29 ほどの配慮は必要ではない。しかし、水力変更特有の挙動の制御には高度な制御能力が必要であり、4つの飛行制御コンピュータを持つ。実際にはそのうちの3つが飛行制御を行い、残りの1つは3つの飛行制御コンピュータの制御に矛盾が生じないように、制御コンピュータを制御するという仕組みになっていた。 1986年にロックウェルインターナショナル内で設計が始まり、1987年に正式に機体の発注を受けている。1990年10月11日に1号機の初飛行に成功している。1991年には2号機が初飛行した。飛行試験は NASA の管轄であった。1995年、エドワーズ空軍基地で、 一号機のピトーカが凍結し、飛行制御にエラーが生じたことが原因で墜落、機体は失われている。ピトーカ凍結の原因については、凍結防止ヒーターの配線ミスによるものであったと、される。パイロットは、機体が制御不能に陥った時点で脱出し無事であった。同年、二号機は、パリ航空省に参加。1995年5月13日の飛行を、もって、 当初計画は終了した。その後はパタクセントリバー海軍航空基地に保管されていたが、2000年4月よりベクター計画として短距離離着陸の試験が行われることとなり、復帰のための改装、整備が行われた。再整備後の初飛行は2001年2月24日に行われている。2002年から2003年にかけて上空にてもぎり着陸試験を繰り返した。 試験終了後の機体は、ドイツ博物館に展示、保管されている。ありがとうございます。